はい、第65回川崎記念を制しました北高樽前の西浦調教師にお話を伺います。ありがとうございます。ありがとうございます。川崎記念3連覇、そして G1 10勝大偉業です。そうですね、やっとここまで来れたというのは本音ですね。でまたこれだけ応援してくれるいただいたファンの皆さんに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今日はどんなお気持ちでレースに臨まれたんですか？そうですね、この秋になってからもうその実証という数字が頭から離れなくて、なんとか、早く達成させてあげたいという気持ちがいっぱいでした。そうするとこの秋はちょっともどかしい日々が続きましたか？そうですね、力あるのになかなかその勝ちきれないというのそのもどかしいレースが続いたので、秋から G1 4連戦となったわけですけれども、状態の方は今日どうだったんでしょう？いや、もう本当にこの馬にはもう頭が下がる思いでいっぱいですね。本当にあの戦うたびに本当にどん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 状態を上げていって、またあのレースに向けてあの気も入ってしまったのでね。すごく見えるよね。レース前は何か見受け機種とは話はされましたか？いや、もうレースのことはもう一切話はしてないです。では実際のレースを振り返っていただきたいんですけれども、前を行かせてという位置取りでしたが、どのような走りに見えましたか？いや、そうですね、もう本当ミュキ君が馬を信じて全然その焦ることもなく、いいちょうどいいタイミングでミュキ君がレースを進めてくれたので、安心して見ておりました。直線は本当に見応えある攻防でしたけれども、どんなお気持ちで見ていらっしゃいましたか？いや、もう今日も頑張れ頑張れと思って、まあまあ春前を信じて、頑張れ、我慢できると言いながら応援してます。改めて1着になった時の瞬間のお気持ちは？もうやったという、ないです。さて、気になるこの後のローテーションですけれども、どのような予定なんでしょうか？まあ、もうなんですけど、ドバイへ向けて臨時をして、なんとかもう去年より肩殺しはもういい成績で帰ってこれるようにしたいので、今日ドバイ遠征が3度目の挑戦、3度目の正直といきたいところですね。そうですね、はい。では最後にファンの皆さんに向かってメッセージをお願いします。本当に今日はたくさんの競馬に来られた方、またテレビで応援してくれた方、本当にありがとうございました。おかげさまでこうして G1 10勝という大偉業を達成することができましたので、もう皆さんのファンの声援のおかげと思ってますので、まだこれからもっともっと頑張って記録を伸ばしていけたらと思いますので、また応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。本当におめでとうございました。ありがとうございました。